はい、どうもこんばんは、皆さん。ライバロリです。MARVE さん、対戦よろしくお願いします。相手のパーティーなんか左下にトカゲ入ってるんだけど。舐めてるだろう、あの左下のトカゲ。マジで何を考えてるんだ、この人は。あ、ちなみに、お前の左下にもおもちゃみたいなの入ってるだろうとかいうね、あの意見もあると思いますけど、先に言っておきますけど、これガチなんで。いや、マジで、勝てるから、まあ見ときゃ。まあ相手は多分普通のコケコグロスレヒレみたいな。まあよくあるグロス軸のサイクルパっぽいんですけど、まあゾロアークで投げといて誰にイリュージョンするかだけど、リザードンに化けますか。初手ゾロアークでリザードンにイリュージョンして戦い抜いていくみたいな、そういう感じでよろしくお願いします。まあゾロアークはね、僕結構まあ普通好きでもないけど嫌いでもないみたいなポケモンだったんですけど、まあ能力特性イリュージョンっていう能力自体は面白いなと思ってたんですけど、まあ、最近なんかポケモンカードでよくゾロアークを使ってる関係上、まあ、だんだんね僕の中での好感度が上がってきたポケモンの一匹ですね。これはリザードンではなくイリュージョンしてる、ゾロアーク。岩技じゃないのかな、この対面。ランド VS リザは基本的に岩技、まあ、ワンチャントンボ返りはあるけど、まあ、ここはもうアクゼットぶっ放します。は、相手のランドロス早っ。スカーフランドロスでステルスロッキンじゃんこれ。あー、まあでもスカーフランドロス人によるけど、あんまり耐久に振ってるイメージないから、これ Z でぶっ飛ばせると思いますけど、まあ、このゾロアークイリュージョンもね、なんか言われてましたよね。 Z 技を使うとイリュージョンが解けてしまう欠陥があるとか。これ Z 技じゃなかったらね、イリュージョン解けないんですけど、なぜ Z 技だとイリュージョンが解けてしまうのかはちょっと諸説あるところではあるけど、まあ、とりあえずランドロスは倒せるけど、相手てかステルスロック巻かれたのが痛すぎる。僕の裏タスキを持ってる、リオルとリザードンだからステロがぶっ刺さりすぎててまずい。バシャーモン終わった。また3立てされるんだバシャーモンに。相手だってこっからバシャーモンで飛び膝切り打ってるだけで僕のポケモン全員ぶっ飛ばせるもん。守る、まあ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 、まあ、ここはしっかり守るに合わせて、身代わりを置いていきます。で、身代わりを置いたところでやることがないっていう、まあ、とりあえず相手のバシャーモのタスキの可能性とかを、潰しておきますかね。飛び膝蹴り、なんで相手ここ飛び膝蹴りなんだろう。まあ、一応なんかワンチャン飛び膝打ってきたらラッキーだなと思って身代わりで様子見する前提で身代わりをしたけども、ここってなんかバシャモ側に、なんだろう、なんかもっとフレアドライブとかあったらフレドラでいいと思うんですよね。なんかわざわざ膝を打ってくるってことは膝を打たないといけない理由があるってことだから。あー、守るか。なんだこれ、バトンバシャモとかかな。なんかバトン型のバシャモとかだと飛び膝切りワンウェポンでもまあおかしくない気はする。え、意外にいけるぞこれ。終わったかなと思ったけど膝かわしたらいける。とりあえず、身代わりで様子見しよう。今そういうことはなくて、あと僕のゾロアークがね、その HP 調整を 4N とかいう甘えた数値にしてしまってるがゆえに、身代わりを、本来ちゃんとポケモンやってる人であれば HP 調整をしてもう一回身代わりを張れるように育てるんですけど、残念ながら僕はめんどくさすぎてそれをやってないので、身代わりがこれ以上置けないと。なのでここは攻撃せざるを得ない。引っ込んできたぞ。やっぱあれか。あー、カプレヒレ。飛び膝蹴り外す方にチキったパターンですかね。いや、でもカプレヒレもきついんですけど、裏リザ X のタスキないリオルだから、レヒレにも勝てないんだが、ゾロアークも悪技しかないからレヒレで積んでるんですけど、ちょっと待って。これ、運ゲするしかね。運ゲとは、このゾロアークのナイトバーストっていう技 20% だったっけな、相手の命中率をね1段階下げるっていう特殊効果があるんですけど、それを狙うしかない。ちょっと下がれ。はい、まあ、これで命中1段階下がって、あ、瞑想は悠長。いや、これはマジで悠長。ナイトバーストの試行回数を稼げるだけだから。命中1段階下がると攻撃が当たる確率どれぐらいになるんだろう。なんか僕の体感としては、まあ、やられた側の話ですけど、命中1段階下がっただけでも割と攻撃外すイメージなんですけど、まあ、対鬼氷とかをね想定すれば、まあ、想像がつきやすいと思うんですけど、相手の回避率が1段階上がっただけで絶望するみたいな、それの逆バージョンですから、当たるわけはないと。ちょ、頑張れゾロアーク。ちょ、お前が死んだら僕の後ろの武器も全員死んでしまう。ちょ、頑張れ。いや、もうかわし続けろ一生。相手のカプレヒレをちょっとナイトバーストだけで殺す。神かこのポケモン。頑張ってるやん。
ナイトバースト、ちょ、もう一回ぐらい命中下げてもいいっすよね。回転のレヒル、これ、Z が回復機能みか、どっちかだと思うんだけど、どっちだろう。神すぎ、ワロタ。僕が相手だったら間違いなくぶち切れてるけどね。ゾロアークとかいう、意味のわかんないポケモンにこんな感じでボコボコにされてたら僕は切れますけどね。まあ、ここは悪巧みを積みまして、身代わりを残した状態でレヒレを突破できれば、普通に3立てできる。お神3立てできる可能性もある。これ木の実かなぁ。どう思います？ Z とかだと楽なんだけどなぁ。まあ、十分ゾロアークの仕事量としては、まあ、十分に頑張ってくれた気はする。ああ、相手もここでしっかり当ててきましたね。で、これ以上僕もゾロアークの身代わり貼れないので、ちゃんと身代わりを貼れるように調整してたのであれば、もう一回身代わりを貼れたんですけど。てか俺、ナイトバーストの PP が結構怪しいんだけど。はい。おお、3段階ぐらい相手のカプリヒで命中下がってるけど。かわしていく。ナイトバーストがさ、あと1回しか打てないんだけど。ただ、ここでナイトバースト1回相手のカプレヒルに入れておくと、リザードンのニトロチャージで相手のカプレヒルを処理できるから、あー、しっかりリフレクター張ってくる。やばいな。ここ一番美味しいのは、ムーンホースで殴ってきてくれて、ゾロアークが退場するルートが一番美味しかったけど、ね、ここのリフレクターは偉い。まあ、不意打ちでいっか。不意打ちは絶対耐えるでしょ、リフレク込みで。ちょ、当てろ！やばい。やばい。ちょ、気づかれた。相手の負け筋に。相手そうだよね。カプリヒレをリザードンのニトロチャージの起点にされるのが一番負けにつながるから。まあ、かといってもこっちナイトバーストも PP ないから打てないんですけどね。いや、これはまずいことになった、マジで。守る。まあ、ナイトバースト、丸巧みことナイトバーストもらうの怖いから一回守ってくる読みで悪巧みをするけど、いや、まだナイトバーストの PP がなくなったということは絶対にバレてはいけないことだから、ここはちょっと守りに合わせて、悪巧みを積んでいって、まあ相手のバシャーモがワンチャン気合の助けの可能性があるし、ゾロアークはもう仕事量としては十分なので、不意打ちで雑に切ります、ここは。ただ問題はリオルとリザードンだけで相手の、あ、メザッパーか。これあれか。飛び膝メザッパー、守る。まあ、あと一個多分、炎技、大文字とか、火炎放射とか、オーバーヒートとか、まあそこら辺だと思うけど、リフレクが切れます。で、まあリオル、助け潰されるんで、ステロで。まあリオルから入る意味もなくて、リザードンから入るしかないんですけど、これメガ進化できないんですよね。あのメガ進化しちゃうと、ドラゴン炎タイプになって、飛び膝蹴りが等倍になっちゃうから、当たった時に負けになるから、あえてメガ進化せずに激鱗を打つ。守る。ああ、まあまあ、相手は余裕あるから、これ X か Y か見たいっていう、そういう行動だと思いますけど、まあ激鱗を見せることで僕のリザードンが X であることが、相手の方にも分かるようになって、これいけるかな？メガシン、あの、不意打ち激鱗だから、バシャーもどれぐらい削れるかっていう問題が、飛び膝蹴りは多分耐えるんですよね。あ、引っ込んできた。なんでだ相手なんだこれ。こっちのリザードも鉢巻き型でも警戒したのか。それ以外だったら絶対に、激鱗耐えてたんだけど。激鱗。あ、でも、あ、そっか、鉢巻き警戒するんだったら相手の立ち回りの方が正しいのかな。ミストフィールド貼って、あれだよね、ドラゴン技の威力半減させて、まあ、みたいな多分立ち回りだから、まあ、レヒレもこの HP だったらいらないっていう考えでしょうね。まあ、相手の人がそこまで考えてたのかどうかを置いといて、まあこの HP のレヒレは絶対にニトロチャージで飛ばせるから、まあ、ここでニトロチャージを打っておくことで、相手のバシャーモとの素早さ関係を一回加速されても、まあ、逆転されなくするんですが、まあ、多分相手守ってこないよな。ここ相手の負け筋が守るに合わせて、僕がリザ側で剣の舞とかすることだから、まあ、ミストフィールドが貼ってあるうちは、相手多分、守るしてこないんですよ。だから、まあ、ここはもう激鱗打ちます。あ、だよね。いい感じ、いい感じ。まあ、引かせっかい。まあ、あとはリオルでバシャーモンを倒せるかどうか。おい、いけるのかこれ。いけるのかリオル。まあ、ラストリオルです。まあ、ここはどうせ助けあってもなくても変わんないし、一番コピーしたい技が相手のバシャーモンの飛び、いやでも、ちょっと待って。飛び膝切りだから、マネッコでいいのかな。
いやでもバレッコこれミスったくね。あ、これバレッコミスったことあることないことあることあるよね。マネッコはあれこれやばい。あれこれあれこれマネッコってこれ、ま、守る出るこれ。はい、お疲れ様でーす。いやマジかー、ちょっと待って、ここまでやって負けんのは普通にだるい。いやだからあの相手のマシャーモンを守るに合わせてリオル側が起死回生を打っとくのが正解だったのか、でラストに起死回生をマネッコでコピーしてマシャーモンが落とせるかどうか。ただ起死回生ってね、 HP がこんだけあると威力20しか出ないんですよ。その起死回生でリオルごときの小手先の攻撃でマシャーモンが倒すとかっていうと結構諸説あるけど、まあ、下にダメ系のストックは。はい、マコさん対戦よろしくお願いいたします。ペリラグですね、アメパ。あのラグラージを倒す方法が対面でカビンゴ当てるか、タスキリオルのカウンターで潰すしかないんですけど、まあ、幸いなことに相手のパーティーステルスロックを撒いてきそうなポケモンがね、いないので、まあ、ラグラージがメガだったら多分ステルを撒いてくるポケモンはいないだろうなっていう感じだから、割とリオルは通る。雨警戒するんだったら初手にリザ置いてペ、いやてか初、リザリオル、いや違うリザ、ゾロアークリオルにするか。対戦よろしくお願いします。リザでペリッパー雑に削って、リオルで、ラグとなんだっけペリッパー両方ぶっ倒せるようにして、どっかでゾロアークで詰めるみたいな、そういう感じでやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。いやさっきの負けマジ響くからな。はい、あホルードか、ホルーディング、あホルード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  vs リザードンは相手のホルードがリザ対面で、あ恩返しを持ってたらそもそも恩返しプラス石化とかでリザ飛ばせるんだけど、最近のホルードって僕の感覚だと多分恩返し持ってないんですよね。地震石化冷凍パンチ岩石封じ、まあ、もしくはどっかを削ってイカ様が入ってるイメージが強いから、この対面は相手が地震を押してこない限りは有利対面だと思ってるんですけど、まあ、ガンプープラス石化も耐えるし、ニトロチャージから入りましてガンプーケアで、まあ、この急所は正直どっちでもいいかな。カラ元気か、危ない危ない危ない、これが恩返しだったら終わってましたね。カラ元気だと多分、うん、これプラス石化も耐える、石化てかこれ相手の裏が何だったとしても勝ちだと思うんだけど、あいだってこっからペリッパー出てきても一発ペリペリに激輪入れて、あとまあラグの身代わりは考慮しないといけないけど、基本的にリオルで詰めていける。雨以外の選出だった場合そもそもリザードンが刺さってる、あ喧嘩これリザードンが強いだけでは、激輪打つよりフレアドライブの方がいいか、これただリザードンが強いだけではないですかね。もしかしてこれリオルじゃなくてもっと違うポケモンを入れてた方が強い説あるな。当たり前のことに気づけてなかった、当たり前。やっぱ当たり前ってなんかそこら辺に常にこのがってるから、改めて思考してみないと気づかないみたいなことはありますよね。その日常が幸せだということを感じる瞬間だった、そういう一戦でしたね。まあ、リザで相手のポケモン2匹持ってって、まあ、多分相手の裏はどういう組み合わせでもゾロアークとリオル崩せないと思うんだけど、あバレルはワンチャンあるけど、初見で多分このリオル、まあ、ゾロアークなんですけどに対して多分奉仕から入ってくると思うんだよな、身代わりで。いや奉仕でしょさすがに、奉仕以外から入ってきたら僕の負け、ただ奉仕から入ってきたらもうあと悪だくみしてウェイしてウェイしてウェイすれば勝ちだから勝ちです。相手多分これこのリオルがゾロアークだということに気づけてないと思いますね。まあ、そもそもリオルって悪だくみも身代わりも覚えるポケモンだから、まだ相手がこのリオルがゾロアークであるということを気づく余地はないと。そしてこのイカさんもリオルに対しても今一つですし、まあ、ゾロアークに対しても今一つなので、まあ、相手が気づくことなくここで初めて気づくと。ああ真実は闇の中。対戦ありがとうございました。